当時の夫の作業負荷は軽かった。これはまあ名誉毀損なんですが、これへの謝罪も一切届いておりません。だいたい作業負荷が軽いものなら、なぜうちの旦那にこの業務外の作業をさせる必要があったのか。明らかに誰からも二の重い危険な仕事を、報酬の約束もなしに、それができそうな賢いうちの旦那に丸投げして知らんぷりした。彼ならやってくれるだろう。そういうことでもなければ普通やりませんよね。ペットを飼えるほどの経済的余裕のない素人が野犬の駆除なんて。